アリサです。今回はアリサが楽しみにしていたお菓子パレットを作っていきたいと思います。イエーイ。ティアラチャンネル。猿のお茶。じゃあお菓子を入れるパレットがサンキューマートで購入したこのクマちゃんです。じゃあ今からデコっていきます。じゃあカメラチェンジお願いします。 Yes I do。 はい、じゃあこのパレットを紹介します。スキルが14個あります。で、お菓子も14種類。これね、この中にたくさん入ってる。可愛く入れたの。じゃあこっちまず開けるね。いきます。うわ、びっくりした。壊れてかと思った。お、開いた。あ、そういうことか。あ、4個開けたらここが長いので、ここにたくさん仕切りがあります。サンキューマートで購入したものです。で、まずこちら、じゃん。これはシュワシュワのラムネで、今回はキャンディーパレットを作りたいと思います。で、これがグミだね。グミっていうのはキャンディで、次がクリームソーダの飴。大好きなハリボーくん。で、次がこのプチッとグミ。これ美味しいよね、プチプチして。で、この中にたくさん入ってます。で、これがプチッとソーダで、これがアリサが大好きなやつをたくさん買った。よいしょ。これはグミのようなキャンディーのようなね、サイダーとコーラと梅とグレープと青リンゴとさくらんぼです。じゃん、いちごゼリーのマシュマロ、キティちゃん。で、次がね、これね、キャンディーなんですよ。チョコレートじゃないんです。これなんですか、ね、スキットルズです。スキットルズ、キャンディー、チョコに見えるけどキャンディー。で、次が水族館グミと、あとは動物グミ。以上です。それでは早速デコっていきます。じゃあデコるね。どうしよう、配置もね。じゃあ一回配置しよう。入れていきます。じゃあまずマシュマロ。あ、よし、完了、ぴったり。じゃあ次ね、次はこれ食べようかな、どうしようかな。じゃあ一個だけ食べよう。これね、こんな感じ。あとね、入れるね。たくさん。みんな楽しみにしてるね。これたくさん入ってるね。じゃあ入れるよ。せーの。出た。この青リンゴとさくらんぼ。じゃあまず青リンゴ。これ美味しいよね。大好きこれ。入った。よいしょ。じゃあ次、さくらんぼ。いきます。3、2、1。お、かわいい。かわいい。お、落ちちゃった。お、たくさん入れるね。じゃあ、あと梅。アリサが大好きな梅。いくよ。
せーの。おお、かわいい。次はクリームソーダ飴を入れます。これね、中身にね、クリームソーダのシロップ、クリームが入ってて美味しい。こんな感じ。おお、たくさん入ってる。入れるね。これで美味しい。じゃあ次はラムネ。フルーツの味だって。じゃあ入れます。いくよ、せーの。うわ、大きい。まだある。わあ、できた。満パン。これいいね。じゃあ次はグミ。これは水族館グミ、魚の形かな。おお、いい香りがする。マンボウ。じゃあ入れるよ。よいしょ。おお、きれい。ブルーだね。これはシャンペンサイダー餅。餅なんだね、これ。ほい。あ、青でかわいい。ブルー。じゃあ次、このスキットルズキャンディー。これたくさん入ってるから食べよう。おー、これ大好き。これね、 S って書いてあるの。あここにね、 S って書いてある。わかるかな。 S って書いてあります。入れるよ。1個だけ食べる。おいしい。うわ、よし、入った。たくさん。このロールグミ入れるね。これは4個入ってます。おー、こんな感じ。カタツムリの目みたい。はい、あ、2個しか入らない。あ、じゃあここにも入れて、ここにも入れて、よし。でね、この子をここに入れる。ここのサイダーのところ一緒に入れるね。ペンギン、かわいい。じゃあ入れるね。ほい、お、鮮やか。ほい、あ、オッケー。最後にハリボー組を入れます。これ大好き。ボーグミ入れます。待って、その前に食べる。うん、おいしい。入れるよ。固っ。おー、おいしい。いきます。よし、入った。じゃあ最後閉めます。閉める。じゃあ、よいしょ。ということで完成。見てください、かわいさ。ほら、ハリボーグミがあって、で、グミ、キャンディ、餅、グミ、ラムネ、飴、餅、グミ、グミ、マシュマロということで、完成しました。これをみんなに食べてもらいます。お菓子パレットができました。どうぞ食べて。でも全部食べない。分かった。かわいい。かわいい。カラフル。じゃあ、ね、開けるね。うん、開けてください。じゃあこっちを手伝おう。よし。いや、せーの。パカーン。おー、わー、お菓子って感じ。めっちゃ混ざった匂い、お菓子が、うん、こう、いろんな。でもいい香り。いい香りが。いい香り。じゃあ混ざって甘い感じ。食べて。いきましょう。ダメです。じゃあこのお餅
ゃあ梅、梅気になるから。え、これって何味？グレープ。グレープ食べます。グレープのお餅。うん、ここに入れることでさ、なんかより美味しくなる。梅だ。あの音、味が食べた瞬間に、うん、これ食べ終わったらさ、ね、アクセサリー入れたり、うん、部屋飾ってもらう。ネックレスに入れ、ネックレス入れたりね。確かに飾ったら可愛いよね。飾ったら部屋にね、うん、やりたい、やりたい。あ、ペンギンだ。これ食べようかな。可愛い、これ食べよう。食べるとき前にどう食べてみて。うん、結構入れれるからさ、食べるの迷うよね。うん、かわいいよね。食べる、食べる動画になってる。ただ食べる動画。このね、もちりな好き。うん、梅欲しい。いやね、梅。梅のお菓子が好きな人はね、これ、うん、おすすめ。後からだんだん梅のいい香りが、うん、梅がね、うん。ティアラチャンネルということで、今回はアリサが頑張って頑張ってお菓子パレットを作りました。ということで、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、高評価よろしくお願いします。というか、みんな全部食べないでよ。